おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の情報をお届けしていきたいと思います。今朝のラインナップです。7人塗りのモデル Y。カナダに対して関税引き下げ要請。欧州での販売。テスラ株チャート分析。今日はこれらの情報をお届けしていきたいと思います。本日も最後までご覧になってください。では、まず最初に。 七輪乗りのモデル Y こちらの情報からお届けをしていきたいと思います先日の追伸のコーナーで少し話をしたんですけれども中国と欧州でモデル Y の7輪乗りが発売されるかもしれないという噂が出ています先日の追伸では中国で7輪乗りという情報だったんですけれども昨日の情報では 欧州もも発売されれるかもししないといとう情報がありましたしかしこちらに関してはテスラは公式に何も発表していませんなので発売されるかもしれない程度に考えた方がいいかもしれませんそして現在なんですけれどもモデル Y に関しては アメリカののロンンングレンジのみオププションででラス2000ドルで販売されています実際にアメリカの方では7輪乗り仕様はあるのでテスラは作ろうと思えばすぐに作れると思います果たして7輪乗りの仕様が中国や欧州でも発売されるかどうかそして欧州でも発売されるようなことがあれば日本でも発売っていうのはあるかもしれませんね モデル Y の7輪乗りどうでしょうかあったらいいなと思いますか家族的な事情で7輪乗りが欲しい方にはねいいなと思いますけれどもまたこちらに関して新しい情報があれば紹介をしたいと思いますでは次にカナダに対して関税引下げ要請こちらの情報をお届けしていきたいと思いますこちらに関してなんですけれども テスラはカナダに中国製 EV に対する関税引き下げを要請したことが報じられていますカナダは今週100%の関税を設定すると発表しました10月1日から発行するこの関税はテスラ製を含む中国から出荷される全ての EV に適用されるという情報になっております果たしてどうなるのかまた進展があれば紹介をしたいと思いますでは次に欧州での販売こちらの情報をお届けしていきたいと思います この画像は今年のヨーロッパにおける1月から7月までの自動車メーカー別の販売数なんですけれどもこれを見ると1位がフォルクスワーゲン2位がトヨタで3位が BMW となっておりますそしてこの数字なんですけれどもこれは去年からの伸び率になっていますこの数字を見るとフォルクスワーゲンはあまり伸びていないんですが トヨタも BM も BMW 10%以上伸びています。ではこのランキングの中でテスラがどうなっているかと言いますとテスラに関しては伸び率が前年比でマイナス12%という結果になっていますはい、では最後にテスラ株のチャート分析こちらを、ね、していきたいと思いますこちらに関してなんですけれどもチャート分析をされている記事がありましたのでその記事を参考に紹介をしていきたいと思います その前にまず最初に今日のマーケットチェックを、ね、していきたいなと思いますまず DAO ですけれども DAO は今日は大きく上昇していますね4万1292ドルとなっています次にナスタックですけれどもナスタックは今日今下落ですね1万7493ポイントとなっています S&P500 も今下落しています5585ポイントとなっていますそしてテスラがどうなっているかといいますと <laughs> おっとテスラなんですけれども今206ドルに下落してますね僕がこの資料を作った時には210ドルちょうどねこの辺を超えてきていたんですけれどもこの30分ぐらいで何かありましたね確かに S&P500 とかも先ほど僕が見た時は伸びてたんですよねちょうど今午前4時ぐらいなんですけれどもこの30分で何か起きているようですはい今下落してますねなぜ今このように下落しているのかこの情報が得れてないんですけれども僕がこの YouTube の資料を作っている時はちょうどこの辺りで今日は伸びてきていたんですけれども今は下落と なってきてきいますテスラは210ドルを超えていたんですけれども、今現在は206ドルまで下がってきているという状況になっています。はいでは、NVIDIA ですけれども、NVIDIA は決算の結果を受けて下落となっていますね。117ドルとなっています。はいそして、同時も今日は今下落ですね。同時も今ちょうど下落中ですね。0.00991ドルとなっています。そして、為替ですけれども、為替は144円の後半となってきています。 はいということでちょうどねほんと僕が資料を作っている頃には210ドルを超えていい感じに伸びてきていたんですけれども今は下落となってきていますではチャート分析の方をしていきたいと思いますちょうど今テスラの株はね下げてきてはいるんですけれどもこれをご覧になってもらうと210ドルを超えてきているっていうのがねわかるんじゃないかなと思いますがこのチャートは直近6ヶ月のテスラ株の推移を示しています現在の株価は210ドルを超えてきたところでまた下落となっていますけれどもこれが今後の動きを占う上で重要なポイントになってくるんじゃないかな と思います次に重要な支持・抵抗戦を見ていきたいと思います。 このチャートは200日移動平均線と支持線を追加していますこれを見ると204ドル付近に主要な支持レベルがあると思いますこの水準が今後の株価動向を左右する重要なラインになってくるんではないかなと思いますそしてチャートパターンを、ね、見ていきたいと思いますけれども2024年4月に明確な即打ちパターンが形成されましたその後5月から7月にかけて大規模な価格のコンソリデーション整理統合期間が見られます この期間は現在重要な支持レベルとして機能しています。 今後の展開の予測なんですけれども、楽観シナリオと悲観的シナリオの両方を考える必要があります。204ドルの支持レベルを維持できれば、上昇トレンドの継続が期待できます。一方、この水準を下回ると、さらなる下落の可能性も考えられます。この記事は、昨日の記事になっています。結果的に、この204ドルの支持レベルを維持し、今日は210ドルを超えて、今は下がってきていますけれども、上昇トレンドの継続が期待できるんではないかなと思います。そして今現在207 まで下がってきてはいますけれども、204ドルという支持レベルがあるので、それ以上は、ね、下がらないんじゃないかなと思いますけれども、果たしてこの30分で何があったのか、すいません、まだ情報が終えていないですけれども、この30分ぐらいで何かがあって下落となってきています。はいということで、テクニカル分析を、ね、してみたんですけれども、テクニカル分析っていうのは投資判断の一つの要素に過ぎませんが、これらのポイントを押さえておくことで、より情報に基づいた投資決定っていうのができるんじゃないかなと思います。ただ注意点として投資判断は必ず自己責任 任で行ってくださいこの僕の動画の内容はあくまで情報提供であり投資勧誘では決してありませんのであくまで一つの情報として参考にされてみてくださいはい本日のテスラに関する最新情報は以上となっておりますまとめていきますと7輪塗りのモデル y カナダに対して関税引き下げ要請 欧州でのの販売テスラ株のチャート分析今日はこれらの情報をお届けさせていただきましたけれどもまずは7輪乗りのモデル Y なんですがこちらは今はまだ噂レベルですまた情報が出たら紹介をしたいと思います次にカナダに対しての関税引き下げ要請ですけれどもこれがどうなるのかテスラの交渉力に期待をしていきたいと思います先日欧州での関税も9%まで引き下げてもらうことに成功していますので今回も成功することができればテスラの 交渉力はかなり高いのではと思いますけれどもまたこちらに関しても進展があれば紹介をしていきたいと思いますそして欧州での販売なんですけれどもテスラの販売が落ちているということになりますがこれは落ちているというより僕は電気自動車市場において他のメーカーが上がってきていると見ていますこのランキングを見るとそもそもテスラは中間に位置しています決して上位にいるわけではありません この理由としては、テスラの場合は電気自動車だけですし、製品のラインナップも少ないです。 それを考えるとこの位置にランクインしているだけでもすごいと思いますそして電気自動車だけを見るとテスラが一番売れていたんですけれども今年に入って欧州の電気自動車も上がってきているのでその結果としてテスラのシェアが落ちているだから去年の数値と比較して落ちているんだと思いますただ僕の中では全然心配などはなくて逆にこれまでが電気自動車でテスラが欧州を独占していたんですけれども これからは欧州においいいてても競争が激化していくのだと思いますやはり競争が激化した方がイノベーションも生まれやすいと思いますしこれはテスラだけではなく他のメーカーにとってもいいことだと思いますのでぜひ競争していってもらいたいと思います最後にチャート分析ですがここ数日は株価に影響しそうな話題というのは少ないです。 こうなってくると市場全体の影響やチャートの影響を大きく受けると思っています。今回チャート分析をしましたが、結果的に今日の株価は210ドルを上がって今現在下がってきていますけれども、しっかりと支持レベルっていうのが、ね、効くんじゃないかなと思っています。はい、ということで本日の内容は以上となっております。では最後に今日のコメントをこちらを紹介します。 今日はおしどりアンダーバーゴルフさんのコメントです。こんにちはいつもふむふむ拝見しています。テスラストックホルダーで EV ファンでございます。モデル3ハイランド本気で購入を考えましたが V2H 対応できないので諦めて国産 EV を購入しました。テスラ EV はどうして V2H 対応してくれないのか解説いただきませんかパワーウォールを売りたいから 国内 V2H メーカーがナックス対応していないからどっち側に問題があるんでしょうかというコメントをいただいております。ありがとうございます。そしてリクエストもありがとうございます。こちらに関しては調べてまた一本の動画にしていきたいと思いますけれども少し時間をください。9月中には調べてお届けしていきたいなと思いますけれども少しだけ時間をいただければと思います。そしてリクエスト本当にありがとうございます。確かに気になるところではありますよね。なので僕も気になるので調べてまた紹介をしていきたいと思います。はい、昨日もコメントいただいております。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントください。 コメントの方をよろししくお願いいたしますはい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラに関する情報を発信しています。テスラ株ホルダーの方、そしてテスラに興味がある方、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして今回の動画の内容も参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた 推進です。とうとう今日台風が、ね、福岡の方にも来ますけれども、昨日の朝からも雨は結構強かったんですよね、風もそこそこ強かったんですけれども、お昼以降はそんなに強いっていう印象はありません、で今ちょうど朝の4時ぐらいなんですけれども、今現在、外は、ね、少し、ね、落ち着いているんじゃないかなと思いますが、これから朝方にかけて一気に、ね、強くなってくると思いますし、今回の台風は本当にあのニュースを見てみると、日本全国を覆っているような感じがありますので、皆さんくれぐれもお気をつけください。ででは今日も最後までご視聴していただきありがとうございました た。素敵な一日を少しに並んでください。ではまた